たかしくんから応募しようと思っている SBS のすけくんの勝負の1枚、こちらでございます。読み上げてください、お願いします。はい、読み上げます。少々、はい、です。たかしです。のすけです。仲間がイリオチューブです。お願いします。です。今回は、はい、2人でできる企画考えました。はい、タイトルコールします。もう、はい、なんかある？ないです。ないかい、うん、はい、では行きたいと思います。SBS を始めます。コミックスの読者コーナーにハガキを送ってみよう。拍手。あら、はい、ついにSBS ご存知でしょうか？もちろん。さ、うん、ば、うん、のみ、そ、そにですかね。あ、やっぱりそうかも。正しくは質問を募集するのだ。ヒエ、うん、それついてない。ヒエついてない。ヒエ毎回ヒエついてない。 SBSH ついてない。ワンピースのコミックスのおまけコーナーでございます。はい、質問コーナーですね。はい、たかしのすけ、実は今まで SBS 採用されたことない？ないです。ないんです。というか送ったこともないんだね。ほんと昔ちっちゃい時とか小学生ぐらいの時ぐらいですね。あ、うん、それなんて送った？いや、もう覚えてないですね。なんかくだらないこと書いたんだろうけど全然覚えてない。何書いたすらかもマジで覚えてない。覚えてないレベルの、うん、今回はなんとガチで SBS を研究して、うん、掲載を狙っていこう。なぬ、ワンピースマニア界でも結構採用されてる人もいるじゃないですか。あ、そうですね、はい、ちょっと負けてらんないなと。そうだね。そして全国から送られてきた手紙を小田さんが全てチェックして選んでると、うん、はい、いうことが公言されておりますが、はい、今回は SBS 用のペンネームを考えてちゃんと送ると。忖度一切なしでやっていこうと思っております。なるほど。正体を隠しながらね、ちゃんとこういい質問をしたら採用されるということですね。うん、なるほど。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋とのすけが同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がYouTube で、研究をしようということで、はい、この企画をやるにあたってスタッフと SBS 改めて読み返してみました。はい、そして採用されている質問のパターンをこちらで4つほどまとめてみました。なるほど。なるほど。なんか思いつくのとかあるのすけ？やっぱりそうですね、ナミのおっぱいに関することを、うん、それも確かに載ってるわ。直近は大体載ってるね。サナバチさんで何らかの大体何らかの女体に関することとか、うん、そういうのをちょっとねピックアップしてみました。はい、大体こんな感じなんじゃないかと。うん、まず一つ目、はい、挨拶。挨拶、はいはい、SBS 始めるときに、うん、読者が勝手に SBS を始めてしまうというノリがあるわけですよ。うん、そうですね。こちらが一番最初だったそうです。僕は SBS 乗っ取り団のティミー上田だ。うわ、出た。小田先生より早く SBS を始めてやるぞ。SBS を始めます。これが初出。いやこれか、乗っ取り。 SBS を始めます小田さんが言えないっていうノリはここから始まってる。ティミー上田さんと握手したいですよね。ね、ティミー上田捜索隊をちょっと消してしまう。会えねえから。この動画でね、もしかしたら連絡来るかもしれない。そうそう。これがパターンとして一つ。ただこれ一つの間で最初だけだから、競争率はまあまあ高いかも。そうですね。確かに。そして二つ目、はい、誕生日。はいはいはい、はい、小田さんがキャラクターの誕生日にあまり興味がないことから、決まっていないキャラクターの誕生日は割と読者の提案で決まっていく。だいたいね、語呂合わせでこうダジャレというかで決まっていきますよね。そうですね。だから誕生日決まってないキャラは結構狙い目かもしれない。そうです。はいはい、確かに。ちなみに小田さんの誕生日も読者の意見で決まっていく。いや、ほんとこれあったな。おもろいよね。1月6日でいいですかみたいなねやつでしょ。いいよって。いいよとかじゃない。まだ誕生日出てないキャラとかってね、はい、結構います。ベガパンク系、はあはあ、何人だっけ。6人。6人、6人と1人だから7人も全部決めれるかもしれないよね。同じなのかどうかってところも ね、 それね、遊びどこですよね。確かに、うん、そういうのもちょっとネタとしてはできます。はい、うん、はい、はい、ゴードン。ゴードン決めたいね。5月10日やっぱりゴードン。いつだろうね。ゴードン5月10日もう映画キャラとも意外とねありかもしれない。確かに、うん、そして3つ目、はい、要望系。40歳60歳の一味が見たい。はいはいはい、小さい頃の七部会が見たい。はいはい、ちょっと小田さんにリクエストして小田さんがちょっと書いてくれるみたいなのが結構あります。はい、いいね。40歳60歳おもろい。いいね。ストレートなものと何かあった未来。やっぱおもろいんだよなこれ。オスルフィ、オスルフィ金貸してくれ。チョッパー金庫から少し。チョッパーと何があった。どんな癒着がある。どんどん首なくなってるもんね。でもやっぱヒゲがロジャー。確かに確かに確かに。
ルフィね何かあった ねこの番組でしか見れない田中真由美とそれもあっていい肉なのかがついに本当に見れてしまう可能性あるあのアフレコねえそれもらっていい肉なのだって歯抜けてるし歯抜けてるそして最後に4つ目、うん、質問気づいちゃった系漫画の中に描かれた描写の細かいところに対する発見や疑問や質問、うんうんうん、これがほとんどメインなのかな、うん、SBS といえば、ね、醍醐味早押しクイズの問題でも触れた、うん、クーイゴスの木片はいはいはい、はい、浮力学者の名前は深山浮次郎正解よし覚えてきてる、ね、SBS やっぱこうやって振り返った時に、うん、やっぱ面白いの多いなと思ったんで、はいはい、振り返っていきましょうか、はい、いいですね最後に応募するネタを考える、うん、ということにしていきましょう、はいはいはい、じゃあ早速、うん、高橋のおつけにいろいろね出してもらったわけですが、はい、高橋なんかこれ語りたいみたいなのある、うんめちゃめちゃありますよ、ね、そうですね。やっぱ直近でびっくりしたのは、うん、ゾロの刀の擬人化、はいはい、擬人化シリーズね擬人化シリーズですよ擬人化に成功って成功の概念がちょっと分かんないんですけどまあ成功なんだろうなと、うん、成功しましたまあこうなんだろうな、はい、あまあおもろいなと思ったわけ、うん、そしたらよ、うん、ワノ国編で、はい、まさかの、うん、登場しましたね来た、我々一文字にそっくりな方誰下月幸三郎さんですはい出ましたいやいや、やっぱおもろいもんな、やっぱりまさかの SBS でこれネタだろうと誰しも思ってたのが重要な人物で出るっていう、うん、多分この一文字の1位がね、眉毛1位ね、ね素晴らしいねじゃあ、のすけくんなんかあります、はい、あ僕、めちゃくちゃ言いたいなって SBS で、うん、そのキャラクターのストーリーが深掘られるのめっちゃ好きなんですよ、はい、はい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 一番印象に残ってるのは、うん、シルトン・ドルヤナイカちゃんいいね出たシルトン・ドルヤナイカちゃんというのはキッドとキラーが2人してカレーうどんが嫌いだというプロフィールがあってはい、ありましたこれは何なんでしょうかという質問があったと、うん、でそれに対して小田さんの答えが2人と仲良しで同時に2人の初恋の相手でもあったシルトン・ドルヤナイカちゃんそうそう、はいはい、と一緒にある日カレーうどんを食べ終わって、うん、ドルヤナイカちゃんを見ると彼女は全身茶色く染まっており笑う2人はボッコボコに殴られ振られてしまいましたとということがかわいそうこれ最初ねこれ最初です、ね、これ最初で87巻でこれがあって、はい、で次98巻飛ぶねキッドとキラーの初恋の相手シルトン・ドルヤナイカちゃん、はい、とっても気になります、うん、どんなお顔をしているんでしょうかさぞキュートな子ですよね、うん、書いてくださいよっていうぐらいの要望があった、はい、で書かれたらこちら我関西弁でした我呼ばわりするむしろ自分が飛んでたのにねそうそう自分が食べて飛んでそれを笑ったからボコボコしたのに怒ってるのは自分で怒ってる意味わかんない確かにお前だろやっちゃってるよいいとこなんですよこれが2回目の登場2回目初めて、ね、で顔が分かって最後104巻キッドとキラーが海賊団を組んだきっかけやヒーとワイヤーと会った経緯などはあるのでしょうか、はい、ヒーと海賊団ね質問したらがっつりとそのキッドの過去編みたいな回答ありまして、はい、もちろんありますよサウスブールのとある島でまさにこの4人は生まれましてキッドとキラーは小さい頃からの幼馴染、うん、国は政府の非加盟国、うん、王のようにギャングが島を取り仕切ります、うん、島にある4つの町にはそれぞれ不良グループがありましてその4人のボスがキッド、キラー、ワイヤー、ヒートで日々抗争が絶えませんでした、うん、ある日キッドの親友がギャングによって殺されてしまいました、名はビクトリア・シルトン・ドルヤナイカ頭に来たキッドは4つのグループを束ね国一番のギャングを倒してしまいましたこんな狭い世界にいたくねえとそのまま悪友たちを引き連れ海賊になりました船の名はビクトリア・パンフォーですめっちゃ熱いんよな何これってめちゃめちゃ熱いんだよねこれカレーうどん嫌いだけど彼女のことは忘れないように船に名前ビクトリアつけてるのよビクトリア・パンク号っていうのは結構昔から出てる名前なスタンピードの時ですねそうですねはあ、うんうん。別に何にも気にしなかったねだからそう我々的にもあかっこいい名前だなと思ってたら、うんまあ、なんか本編だとちょっとね書いてる時間というかあれもないけど、うん、実はこんな設定があるんですよっていうのをここら辺で知れると、うん、こんなの SBS やっちゃうわけですからねすごいね見たいよねそれ一連の全部見れる、うん、本当にできるできる他にじゃあ高橋君どうでしょうかなんだちょっと軽いのとかだとこの質問ここで挟むみたいな、うん、小田先生カッパっていると思いますかあいるよめちゃめちゃいるよそんなもんいるよとちょっと強めに絶対いる人の、うん、もう有無を言わさずいる有無を言わさず知ってる人だもんね見たことある、うん、そうそう15巻でこれで、うん、なんと和の国カッパの川松さん登場しました来たなるほどねまあカッパではないんですけど、うんうん、ただ本人がカッパと言い切るのでね15巻でカッパいるよって言ってたわけだから、うん、まあ伏線というかねまあまあね、はい、ちょっとじゃあのすけくんはい、どうでしょうか、はい、小田さんのポリシー
ポリシー、あーいいね、いいね。ワンピのキャラクターって、うん、俺を言うときにありがとうってしか言うじゃないですか、うん、はいはい、サンキューとかどうもっていうのがあんまないよねっていう指摘がありましたと、うんうん、小田さんの回答としては、うん、まあ、20年目にしてすごいとこ来るねと、うん、こだわりあります、うん、実はゾロとかあんまりはっきり言わなそうなんだけども、うん、そういう時にカッコつけて言葉を濁すようなやつは逆にカッコ悪いと思いますので、うん、セリフの流れとして相当変にならない限り一番ストレートなありがとうと言ってもらうことにしてます、うん、てね、めちゃくちゃポリシー、ね、ね、しかあると、うん、あと他にもちっちゃい絵、はいはいはい、そういうのカタカタになるとか、はいはい、それはあのアキラっていう、うん、まあ、あの影響みたいなことも言いましたし、ルフィが全部口に出すとか、あ、いわゆる共通セリフがないっていう、はいはいはい、初めから決めていたことルフィに関しては心の中のセリフ、つまりこのようなセリフ上のね、うん、こういわゆるウニフラ泡吹き出しと言われるものだったりとか、うん、絵に乗ってくるね共通セリフっていうのは書かない、うん、考えるくらいなら口に出すセリフ。セーフって何？それはよくわからない。自分でルール作ってるのにセーフって何？だからこれ気づいた系はちょっとチャンスあるよね。あります、はいはい、実はそういうポリシーがあるんだけど、うん、未だにこう明文化されてないものみたいなのを送ったら採用されるかもしれない。かもしれないですね、はいはいはい、他にどうでしょうか。これは小田さん明言はされてないんですけど、20巻の、うん、人の身は人が食べたらどうなるんですか、うん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 、その当時ってチョッパーが人の身を食べてるしか分からなかったわけですよね。そうですね、人となるなんて言葉がございますように、うん、これは政治するとか将棋かるとかという言葉で、まあ、まあ言うわけです小田さんね、うん、これは別になんともないわけですよ、はいはい、なんともないわけ、うん、ただ後々最近衝撃だった、うん、ニカ出てきたわけですよ、うん、ニカっていうのが、うん、まあ、神の能力だったと、うん、これ改めて人となるっていうのを調べてみると、うんうん、はい、人が神になる、うんうん、っていう表現らしいんですよね。人となるっていうこと、人となるっていう表現が、それがもしかしたら小田さんがそこにこう差し込んでいたんじゃないかっていう。なるほどね。この直近の2巻が出た時にめちゃめちゃ話題になりました。もうすでに20巻の時点で、うんうん、それを決めてた可能性はあるってこと、うんうん、ただこれはもう小田さん別にどうとも言ってないんで、うん、分からないんですけど。分からないですね。まあでもそっか、それこそ戦国も神様みたいなもんだしね。そうですね、確かに。そうそう、大仏だから、うんうんうん、のすけくんどうですか。やっぱ面白いシリーズで言うと、はい、うん、独特の単位、単位、あ悪魔の実の能力の単位があるんですよね、はい、4巻の SBS を読んでルフィの腕は72ゴムゴムくらい伸びるって書いてあったけど、うん、1ゴムゴムって一体何リットルぐらいですか、文部省調べっていう。まあね、いいノリだね。いいノリだよ。そしたら、あ、待たれたな、ガイモンさんの息子、またそうやって文部省で調べて、リットルってそんなんで表現できるわけないだろう。いいですか、1ゴムゴムっていうのは10メルヘンゴムゴム、1メルヘンゴムゴムっていうのは10ファンキーゴムゴム、つまり1ゴムゴムは100ファンキーゴムゴムだから、ルフィの腕はなんと7200ファンキーゴムゴム伸びるということです。分かった。いや、分からん分からん。何を言ってんのもうずっと。小田さんもかぶせてくるっていう、ね、そうね、あっちがリットルできたから、はい、逆にね。そう、他になんかこの SBS は本編に紐づいてたなみたいなのある？やっぱりあの赤髪海賊団の名前、去年の激盛り上がりの布石というかね、ちょっと名前が出てたのがルー、ベックマン、ヤソップ、ロックスター出てたんだけど、その下の幹部たちが一気にこれバババって出て、はい、ライムジュース、ボンクパンチ、モンスター、ビルディングスネーク、本王、サウリンガブ、そしてロックスター、はい、うわー、やっぱこのタイミングでこれ言っててくれたんだっていうのはやっぱ興奮しましたね、これね。レッドっていうタイトルが出た直後、そうだそうだ、その月ですよね。あとそこのページの下のキラーね、ん、なんだこれな、これ最高、これな、これめっちゃ面白いよね。失敗してなかったらどういう能力者だったんですかって言って、まさかのこれ象の ね鼻の先についてる、すごいよな。もしかしたらってこれでホーキンス倒してたかもしれないでしょ。やめてくれよ。ザンシクローってこうやってジュンってこれがもしかしたらあと100巻後ぐらいに出てくるかもしれないもんね。出てくるかもしれないね、もしかしたらこれがね。いわゆる女体化とかもさ、結構ね、その人気コーナーというかさ、はいはい、性別転換、はいろいろあるわけですけど、うん、ロー、はい、ロー女体化っていうのがあったのが、あなんと何人殺したドレイク屋さん、うわ、ね、なんと原作で出てくる、そうやん、びっくりしましたよね。毒球のいやもうすごいよ、すごいよね。今後もちょっと見てみたいよね、うん、例えば誰の見たい、シャンクスとかまだやってない、4号いっちゃう、シャンクスまだやってない、五老星とか、五老星見たいな、見たいね、みんなこうやってやってるのがね、このシーン見たいな、これめちゃめちゃ見たい、女子会やん権力のものでね、2人が出してくれた中で所長がちょっとおもろいって思ったのは、はい、ゴムゴムの雨、
はい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 、はい、読者が考えた技が出てるっていう。そうそう、あそうなの、これはネタですね、もうマジでネタなんだ。オドティちゃん元気で漫画描いてる？描いてる？うん、よし、それではルフィに新たな技を考えた。その名もゴムゴムのレイ。どういう技かというと、ゴムゴムのストームで宙に浮き唾を撒き散らす技。どうだ、シッ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 、汚ねえよ、あれに聞くよという。なるほどね。ただのふざけたネタがインペルダウンでしっかりゴムゴムの雨出てきたわ。上からダダダダダ、ちゃんとかっこいい技になったっていう、面白もあるね、やっぱね、こうね、はいはい、普通に面白いっていう、大喜利力で乗せるっていうのも一つだね。確かに、とのすけが出してくれたやつでね、笑ったわと思ったのはやっぱ白ひげの頭。いいね、最高やんな。めっちゃおもろい、めちゃくちゃおもろいよ。すごい、これですという噂ですね。あ、こうですという噂です。噂があくまで、あくまで噂。おでんの花粉とか若い頃は舐めした後ろにウェーブっぽくね、確かにな、ウェーブっぽくあったのよ。 それがってそれがこれって言われてみればそうだわ、ね、というわけで、はい、じゃあ、はい、アイデア出しますか。お、はい、ただね、今回の動画では見せませんよ。だって太田さんが見ちゃったらさ、あ、そうか、あ、じゃあこれ弾こうってなったらつまんないから、はいはいはい、もう本当にダマで採用されるかどうかを今ちょっとじゃあ書いてみましょうか。わかりました。これあれですよね、1枚に何個書いてもいいんですよね、確か、うん、一応大丈夫かな、ね、だってこの線こうやってやっておけばね、うん、はい、ちょうどだから105巻、これので動画の頃にはもう発売されてるので、その後106巻ぐらい、106、107を目指すんで、まあ連載今してるあたりの質問とかだといいのかもしれない、ね、なるほどなるほど、うん、で幼少期ね、幼少期な、七部会の幼少期ね、幼少期もいいよな、これセラフィムになってしまう、うん、確かに。これかけたらもう出します。じゃあたかしくんから応募しようと思っている SBS、うん、はい、こちらです、どうぞ、はい。おい、いいんじゃない？おお、ネタはがきとしてね。もしかしたらこういうネタが乗るかもしれないっていう。あるかも。これはあるよ。さあ、のすけくんどうでしょうか。はいはい、じゃあのすけくんが、応募しようと思ってるはがきはこちら。ちょっとでもこれはガチ系の質問、ちょっと真面目に言うだね。しました、うん。口調はね、砕けてる、でも確かにこれはありかもしれない、ね。そうだな。じゃあもう1枚ずつぐらいちょっと考えて出してみましょうか。はい、なんかね、気づいた系とかだと一番いいかもしれないね。これもしかしてそうなんじゃないですかみたいな。百科の SBS が最初が、小田先生、あっちの方に巨乳で美人な人が乗っている UFO があるよ。それでは記念すべき100巻目の SBS を始めます。あー、始まってる。ちょっとダメやん。ここは僕に言わせなきゃダメやん。100巻やん。ぜーぜー。あと、いねえじゃん、巨乳美女。見に行けたんかいっていうね。ツッコミしろがあるのも結構でかいかもね。そっちで行ってみようかな。そのパターンもなくはないよね。はいはい、これ乗るんじゃないか。お、いいね。じゃあたかしくんの渾身のハガキお願いします。なるほど、これでいきます。ちょっとあるかもな。いい意味で置きに来てる感じがします。誰かしらが書いてそうではあると思うんです。確かに、だからかぶりはね、うん、あるかもしれないですね。さあ、お、そんな話をしていたところで、のすけくん書き終わりました。大変お待たせしました。さあ、ではのすけくんの勝負の1枚、はい、こちらでございます。読み上げてください、お願いします。はい、読み上げます。はい、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何名前が知りたいです、とにかく僕は。というわけで、はい、なんか出るんでしょうか、微妙これ。さあ、ということでね、2人の細かすぎて、本当に細かすぎてわからん。はい、ということで、じゃあ2人の SBS へ送るものを決まりましたが、はい、さっき言ったように、この撮影じゃないところで書いて送ってくれてもいいです。わかりました、このペンネームで、ね、思いついたら、でこのペンネームでね、はいはい、それじゃちょっと確認取れないんで、はいはい、で本当にちょっと次のコミックスとか次の次のコミックスとかで採用されてたら、もうそれは答え合わせやりましょう、うん、はい、なんとと緊急発表しましょう。乗りてぇ、いいで、というわけで、今回まあちょっと SBS 今までのものを振り返りつつ、2人にも出してもらおうという企画でございましたが、はい、2人が書いた手紙は、うん、小田さんが感知できないであろう動画制作スタッフの住所と名前で送ろうと思います。ガチだな。あのペンネームはそれでやって、はいはい、これでね、果たして2人のハガキは採用されるのでしょうか、うん、結果と2人が書いた手紙の内容は年末の振り返り会で発表しようと思いますので、皆さんもぜひ注目してください、はい、ちなみに SBS コーナーのハガキの宛先をここで発表しておきます、はい、郵便番号 119-0163 東京都神田支店郵便支所箱66号、集英社 JEC ワンピース鍵括弧で SBS
びっくりマーク2つ、ウソップギャラリー海賊団かっこ閉じる係になりますので、住所氏名年齢ペンネーム電話番号を忘れないように書いて送ってみてください。はい、はい、今までもね意外とこうみんな読んでるけど送ったことないっていう読者いっぱいいると思いますので、ぜひね一回ちょっと送ってみてほしいよね。何でもいいし、ぜひね自分の名前がワンピースに載るところをね目指してほしいと思います。はい、というわけでどうでしたか感想を。やっぱこの人やばいなと思っていた真田っちさんの偉大さを知りましたね。本当そうですね。真田っちとか神木くんとかやっぱすごいんだね。すごい。というわけでじゃあ締めたいと思います。はい。それでは次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいるよ YouTube では今後もワンピースに関わるさまざまな企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。